伝説の歌姫。1月17日は三浦桃恵さん63歳の誕生日。黄金時代の歴史を刻んだ偉大な歌手でした。今年2022年1月17日は山口桃恵さん、現在は三浦桃恵さんの63歳の誕生日ですね。おめでとうございます。家族の皆様、健康でますますのご活躍をお祈り申し上げます。ご主人の友和さんとお二人が結婚されて42年になりますね。ご主人の友和さん、昭和27年生まれ、70歳の古希を迎えます。70歳過ぎての友和さんの活躍も楽しみです。また芸能界デビューされて今年で50周年になりますが、桃江さんがおばあちゃんに、友和さんはおじいちゃんに、2020年にご結婚された三浦祐太郎さんと奥様の牧野由依さんが第一子妊娠したことを発表されて、今年の3月に出産予定を発表されました。友和さん、桃江さん、お二人にとっては初孫になりますね。どうぞご家族の皆様には健康で、これからもますますのご活躍をお祈りします。今回は山口桃江さん、現在は三浦桃江さんとなって幸せな人生を歩んでおられます。令和の時代になっても私たちファンから消えることはありません。息子さんご夫婦の赤ちゃんが健康なお体で誕生されることをお祈りして、梅チャンネルを終わらせていただきます。今回は三浦桃江さんの誕生日のお祝いのみの投稿をさせていただきました。コロナで何かと不便の多い今日ですが、皆様におかれましてはこの状況が一日も早く解消され、新型コロナウイルス感染症の収束と皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。またよければチャンネル登録もお願いします。